間、明けましておめでとう。ふむ、いつもの格好とだいぶ違うと。だって君がきっと気に入ってくれるってジーアンが選んでマスクまで新調したもの。小屋さんの仙人がごとくって、一体どこからそんなことを学んだのやら。指揮官、明けましておめでとう。ふむ、いつもの格好とだいぶ違うと。だって君がきっと気に入ってくれるってジーアンが選んでマスクまで新調したもの。小屋さんの仙人がごとくって、一体どこからそんなことを学んだのやら。指揮官、おかえり。なんだか雰囲気が恨めしく感じるって。すまない、次からは気をつけよう。我のことをもっと知りたい？虚実も真偽も是非もなく、今我が教えることも嘘偽りの言葉やもしれない。人の心はいいと見透かせるようなものではないと知れ。ふむ、ここを選んだ理由は。恥ずかしい格好をするからよ。人が少なそうな場所だけを選んだつもりだったけど、気づいたらこんな雰囲気に。温めた経過状を持ってきた？ふふん、では遠慮なくいただき。今のは誰にも喋っちゃダメ。ファンちゃんは猫舌じゃないし、何も起きなかったから。衣装に合わせるマスクをいくつか新調したけど、なかなか選べないね。そうだ、選ぶのを手伝ってもらえない？ふむ、用があるなら我に声をかけるといい。いつどこでも構わないよ。ここでならまさに終身の物語のように大胆な展開になりそうね。違う、慰めが必要な子供じゃないのだが。新しい任務の一覧よ。いわば今日のことは今日済ませる。どれから始めるかもう決まった？見聞し終わった報酬はここに。指揮官、確認するように。手紙の片付けを代わりにしておいた。大事な情報もあるから確認を忘れないように。指揮官、作戦ご苦労様。さあ検査させて。ふむ、大丈夫、少しほこりがついてただけ。君が無事で本当によかった。噂で聞いているようにはとても見えないね。まあ最初から期待すべきじゃなかったということで。指揮官、今日のスケジュールの確認を。はい。その下にあるのは我のスケジュールだけど。ん？どうして追加の訓練を入れるのかだと？だってまだ気を抜いてはならないからよ。ふふん、珍しくゆっくりできる。経過上でもいかが？まあこいつを我の好みに合わせて少し変えて。指揮官？一口しか飲んでいないのにどうして顔が真っ白に？缶の半分程度の砂糖しか入れていないのに。計画だけで終わった未成果、そんな我が本当に役に立つのだろうか。還暦を持たないためか、時折
今の力が無限のごとく儚く感じて、我はみんなを、君を守れるのか。ふむ、この格好は寒くないかって。別に。ほら、我が手を取ってみよう。暖かいだろう。体質的によく温まるからね。寒く感じたら抱きついてみる。指揮官、委託組の子たちを出迎えに行くといい。差し入れも用意しているから、それも持って。別に恥ずかしくて渡せないとかじゃないからね。ふふ、この力が君への最も強い光炎となろう。六甲巡洋、創世万象、乗じて天道を御す。腐れ草がなす蛍が、かかる光月の光と比べられようか。御三年、一本取られたみたい。ここまでか。仇を砕き、海首を打つ。ふむ、この格好は寒くないかって。別に。ほら、我が手を取ってみよう。暖かいだろう。体質的によく温まるからね。寒く感じたら抱きついてみる。これは、いたずら？あ、違う違う。孫の下に行こう。風山禅。女子は正しくけ。え？本気なの？ちょっとそのままつけさせるのは。指揮官、ありがとう。弱さを受け入れて、手を引いて、新しい力までくれて。これからは共に過ごしていこう。ええ、沈む時まで。六甲巡洋、爆竹を鳴らさなきゃ。創生万象、乗じて天道を御す。一か八か、爆竹を鳴らさなきゃ。よくわかんないけど、やってやるよ。叩き、海首を打つ。爆竹を鳴らさなきゃ。一か八かで、先方たち、爆竹を鳴らさなきゃ。ナンバーワンだから MVP も楽勝よ。ここでなら、まさに終身の物語のように
大胆な展開になりそうね。